はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、ヨッピーさん VS、ひまそらあかねさん訴訟ということなんですけど、男には負けると分かっていても戦わなければならない時ある。絶対今じゃないし違うと思う。はい、アンサーとしてこちら、絶対今じゃない、絶対違うと思う。はい、ただまあまあ、いわゆる要するに松井君のところにはツイッターでコメントいただいた方の中で、まあこれは確かに、まあ、可能性としてはあるかなっていう感じなのは、要は連続試合してやろうとしたっていうのは、まあそうかなというふうな感じにはなりますかね。要は、TBS とか毎日新聞とかが、ひまそらあかねさんが要するに書類送検されましたみたいな、パトカードーンみたいなね。はい。どんな印象操作だとか思うんですけど、はい。っていうところと時を同じくして、まあこのひまそらあかねさんの訴訟っていうのをやりましょうと。いうふうなんで、まあ、ヨッピーさんが最後が動いたっていうんだったら、まあ、わかるけど、それだと言っちゃ悪いけど、ヨッピーさん要するに、渦中の栗拾いすぎやよね。ちょっとそれどうなんかなっていう話になるのね。まあ、せめてね、まだフローレンスとかが言ってくるって言ったら、まあ、まだ勝ち目あるかなっていうか、まあ、駒崎さん多分何にも喋ってなかったんで、まあ、普通に考えたら、そこで何も言わないのが戦略としては正しいよねっていうのは思いますけどね、私からすると。かもう完全に要するに白な書類出してくるか、いや違うと、いうふうな話をするか、どっちかしかないですね。はい、というわけなので、まあ私の結論から言うとこちらということなんですけど、勝っても負けてもメリットないと思うよって話です。皆さん一応だけ言っときますけど、まあ YouTube とか、まあインフルエンサーとか、まあ Twitter とかで要するに何かをしますっていうふうな話っていうふうになるときに、まあ言っちゃ悪いんですけど、まあひまそらあかねさんとかちょっと例外だと思うんですよ。まあひまそらあかねさんとか、まあ6億だか3億だか6億だか持ってるっていう人じゃないですか。で、まあ人、まあ基本的に今回のケースというか、フェミニストが暴れなければ絶対出てこない人じゃないですか。これだからすごいのが、フェミニストが出てきたことによって、そのひまそらあかねさんから、そのいろんな要するに野良の要するに調査員からドカーって出てきて、世の中ぐっちゃぐちゃになってきたみたいな状態になるんですね。まあ、だから私言ったんですよね。フェミニストに関して言ったのが、これパンドラの箱、悪でっていう。カウンターがものすごいことになるでって言ったらそういうことなんですよ。いや、絶対やるやつおるやろなと思ったんですよ。まさかここまでの人が出てくるとは思わなかったんですけど、私は。はい。っていうのはそういうことなんですけど、ヨッピーさんとかっていうのは、まあ、いわゆるインフルエンサーなんですよね。違いましたっけ？インフルエンサーとかそういう方々じゃないんですか？で、言ったら悪いんですけど、勝っても負けてもメリット俺ないと思うんですよ。っていうかね、その前例がいるじゃないですか。堀口秀俊さんっていう。いや、確かにひまそらあかねさんに、まあ、裁判勝ったとか、まあ、棄却されたんで、まあ、それを価値とするんだったら価値でいいわ。価値としようや。失ったものでかすぎへん。実際、堀口秀俊さんも言ってるのは将来の希望が持てないとか書いてたじゃないですか。この状況を見てもう一発来るって、俺ね、感覚として意味がわからん。勝ち筋があるんやったらええんですよ、別に。なんかこうやれば、要するに、ひまそらあかねさんと訴訟して戦うことになったとしても、こういうふうにすれば、最終的にはメリットの方が大きいよねっていうのが、何も見えないんで。何も見えない。俺からすると何にも見えないんで、どうしていきたいっていう、という話になるんですよね。はい。いや、だって究極的な話、今そらあかねさんに、まあなんかまあ私が悪いことしてみたいな、私が悪いことして、まあまあそう、ないけど、別にヨッピーさんみたいになんか、ヨッピーさんっていうか、まあ、ヨッピーさんがやったとは言わないですけど、なんか捨て間でお金もらいましたも別にないし、どっかの法人、NPO 法人から金もらってるもないし、なんかどっかからの要するに政治団体から金もらってるとかもないし、どっかから金もらって何かをしてるとか一切ないんですよ。まあ、YouTube から 0.1 再生あたり 0.35 円もらってるのはこれは本当ですけど、それ以外何もないので、別にまあ言われることはないとは思うんですけど、もし仮にそういうのがあって、まあひまそらあかねさんとか、そうですね、おとなし小村さんとかに、まあつつかれたら、やることは一個しかないですけど。許してっていう。そいつは言っちゃいけないとか言って、まあ、へりくだって、土下座するか土下座するかぐらいしか、
ないじゃん。あ、タウン松やったなっていうふうにはなるけど、いや、もう許してくださいよ、勘弁してくださいよとか言って、勘弁してお願いって言って、言うぐらいしか、ないじゃん。で、まあ、その、まあ、まあ、多分もらったんだろうなとは思うけど、まあってなるかなっていうんだとすると、まあ、かなっていう話じゃないですか。で、基本、ヨッピーさんの、あの、なんか、あの、なんだっけ、やりとりみたいなのも私も聞いてたんですけど、多少だけ。多少聞いてたんですけど、いや、自分から言ってくスタイルでもあったわけじゃないですか。いや、それで、この訴訟をするかって、フローレンスからステマって、ステマの定義に入ってないから、ステマじゃねえって言うんだけど、確かにステマの定義じゃないから、ステマとは言えないのかもしれないけど、ステマまがいなことはやった人やなっていうことは変わらないじゃないですか、裁判に勝ってもらう。で、裁判に負けましたってのとは、ステマやった人やねっていう。で、ステマのラインが決まりましたみたいな話になるし、裁判に勝ちましたって言っても、うん、ステマまがいなことはやって、ステマじゃねえよって言うんで裁判した人っていうことになっちゃうでしょ。印象の話してます、私は。世間の一般の人々がどういう感覚を持つだろうっていう話をしてるんですけど、っていうのは、すぐに計算すればわかるんちゃうかなというふうに思うんですけどね。なんか俺の認知が間違ったらごめんなさいね。まあ、松井認知間違ってて、こうじゃないのっていうのがあったら、皆さんもコメント欄で書いてもらえれば、参考、いろいろ、いろんな意見参考にいつもさせてもらっているんで、あんまりむちゃくちゃなの、言論書く人は私続きますけど、いや、それはいくらなんでも無理筋やろみたいな話になるけど、まあ、今回のケースに関しては無理筋でもなんでも、ヨッピーさんが勝ち目があるっていう戦略が思いつく人は、まあ、ちょっと考えてくださいということになります。あ、俺これカッコ忘れてますね。はい、では今日やっていきましょうということ で今日のテーマこちらということなんですけど、ヨッピーさんがひまそらあかねさんに訴訟したことの影響、はい、こちら見ていきましょう。ざっくりということになるんですけど、ざっくりということになるんですけど、一つ目ということなんですけど、ヨッピーさんのことをみんなが思い出す。あのね下火やったやん下火やったやん。みんなヨッピーさんのことなんか忘れてるやん、忘れてるやん。堀口秀俊さんがダバーってやってきたことによって、ヨッピーさんのことってみんな忘れてるわけよ。ね、なんかヨッピーさんとなんかひまそらあかねさんなんかステマかステマじゃないかみたいな話でなんか盛り上がってたなとか揉めてたなっていう話、みんな忘れてる。俺も忘れてた、うん、俺も若干堀口秀俊さんのやつを見てた、ずっと見てた。これほんまに、じゃあそれはあのみんなの見方とはちょっと違うけど、これほんまに堀口秀俊さん大丈夫なのかなっていう、まあ見方やな。もう大丈夫じゃないかもしれないけど、はい、まあ、あれは大丈夫なんかなっていうような感じで私は見させてもらってたんですけど、だからみんな堀口秀俊さんのにバッて言ってるか、もしくは WBPC 側の方にも動きがあるっていうような話になったりとかしてるわけじゃないですか。訴訟とか裁判に関してもなってるわけじゃないですか。で、あと大人しい本村さんとかがいろいろ訴えられてるっていうふうになってたりするわけじゃないですか、コラボと。ってことはコラボの問題に、まあ、大人しい本村さん、例えばコラボの問題に着目してる人とか、WBPC の訴訟動き出したな、それ見ようかっていう人とか、まあ一番多いのは多分堀口秀俊さんのどうなっていくのかっていうのをドーンってみんな言ってるのか、ここでヨッピーさんドーン来るのか。多分これ話題全部持ってってる、これ今。これ、あの、俺 WBPC 問題とか、ひまそらあかねさんが取り扱ってる関係全部持ってってるんだけど、次から次へ来るやつが来るやつが、その、前に出てきたキャラクターを追い越してってんの、これ。このキャラクターのレベルを追い越していって、えっていう。うん、そういう状態になってます。そして二つ目はこれ。フローレンスに飛びする。あのさ、一つええかな。傷を拡大していきたい方向なんですか。これ、フローレンスのこと俺取り扱ってて、真剣に要するにデータとか見てて、そういうのやってたっていうのは、あの、大人しい小村さんだと思うんですよ、単純に。で、私も実際、そんなにフローレンスに関して、実はそんなに注目はしてなかったんですよ。で、なんで注目するようになったかっていうと、フローレンスのことかなんかを、要するに大人しい小村さんもやってて、へぇ、こんなんあるんやと思って、まあ、要するにスラムダンクの、要チェックやとか言ってね、あの、忘れた名前あの関西人の人がまだです行けますとかいう人がいるんですけど、まあスラムダンクに、でそれ見て、それの真似をしてやったんやけど、単純にパッてやったら、まあ何らかの形でなんか、まあ、DM とかも飛んでくるし、まあ、リプライとかもそうやし、リツイートとかもあるから、なんかあの、おとなし本村さんに関わらない方がいいですよみたいなことをバーって書かれた、なんか言われたんで DM とかで、あ、そうなんっていうガン無視しますけど、そんなんガン無視しますけど、いや、なんで別にどうでもええやんか、俺のやりたいようにやらさせてくれやって話なんか、
や別に、おとなし穂村さんが訴えられたからっつって、仮にね、おとなし穂村さんが訴えられました、俺関係ないじゃないですか、別に。究極的な話。いや、いいねとリツイートしたら、もう訴訟されもされへんって言って。されへんって言って。要はチェックやで、お前訴訟されてみろよ、お前。裁判所大変なことなんだよ。何万件って来るぞ。これが誹謗中傷だって言って、パンクするやん、その。でしょって。はい。で、フローレンスに飛び火するっていうんだけど、だそれがちょうどフローレンスで、で、大人の村さんに要請やると、なんかすごい勢いでブロックされまくるんで、なんかあんのかなっていうんで、まあ気になってただけです。多少は気になってたけど、じゃあフローレンスに行こうっていう流れになってないでしょ、別に。なってたフローレンス。うん、大人の村さんぐらいしか俺やってんの見たことないんやけど、あんまり。はい。で、フローレンスに飛び火するんですか？WBBC 問題が決着しました。ね、WBBC 問題が決着した後、フローレンスというビッグウェーブにみんなまた乗っかってくんか、これ。俺はええで、別に。俺は別に、ああ、こんな風になってますねって解説するだけの人なんで、関係ないけど、関係者はこれどうなの？いや、だから、黒でも白でもイメージは悪化するでしょっていう話。うん。こんな変なことになってんなっていう。え、何こんなんで訴えてくるってやばい団体じゃんと思われるよ、当然。え、受任限度ってあるやろみたいな話やんか。はい。で、三つ目や。で、もう一つ言うんやけど、これ、ヨッピーさんが負けた場合どうなるのこれ。これは、要するに、ステマですよ。だから、ステマと同じことやってるでしょっていう。だから、誹謗中傷にならないですよっていうふうになったら、他のインフルエンサーは全部飛びしますよね。飛びしますよね。これ、ヨッピーさんだけじゃなかったですよね。まあ、有名どころで言うと、ひろゆきさんとか、まあ、なんか、まあ、ひまそらあかんさんってのは、ハーチューさんとかも、だから、関与してなかったっけ？間違ったらごめんなさいね。とか、そうそうたるメンバー、インフルエンサーというか、これネットで Twitter とか YouTube でさすがの俺でも見えひん日ないぞって、このメンバーっていう、ぐらいの量が、ドゥワー並んでる。で、ヨッピーさん負けましたって言ったら、そこに乗ったけど、お前これについてどう思うんやって、みんな要するに攻撃来るやんけ。これヨッピーさん負けましたけど、あなたインフルエンサーや、みたいなことやったらどう思いますかって言って、どん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 要するに火大きくなりません？俺なると思うわ。はい。そして4番目の結果。またひまそらあかりさんが強くなる。これ何回目？これ。これね、ネット空間でしかこの人生きてない人じゃないですか。究極的に言うと。で、ネット空間でやってますっていう人じゃないですか。で、YouTube 収益源にしてます。ノート収益源にしてます。で、あと何？まあ、戦記か。なんだっけ。ネトゲ戦記か。とか、そういったものでやってますっていうのはわかるんですけど、ここでまだ暇そうな中根さんがこういうことやりましたって、マイナスのイメージダーンって流れても、プラスのイメージダーンって流れても、暇そうな中根さんのところに集中する、主張が集中するってわかります？はい。で、これは何でかっていうと、暇そうな中根さん別にもともとから、イメージのいい人とか、別に爽やかな人とか、アイドルとして売ってるわけではないですよね、この人。合ってますよね。イメージ関係ねえよ、そんなの関係ねえみたいな感じで来るわけじゃないですか。で、暇そらあかねさんが訴訟しました、ああそれどうなるんやろうっていうふうにみんな見るわけじゃないですか。暇そらあかねさんが訴訟されました、え、どうなるんやろうってまあ見るわけじゃないですか。ってことは暇そらあかねさんの情報発信力ってどんどん強くなるよね。だから自分で何してんのかなと思う。はい、ということなんですけど、俺はこう思ってます。大戦略として間違いじゃないかなって思ってます。よろしいでしょうか？はい。大戦略として何も合ってないんだけど、これ、なんか意味あんのっていう気がしますけどね。はい。まあ、これ一個一個についてね、まあ、ちょっと見ていこうかなっていうふうに私はちょっと思ってるんですけど、はい。まあ、また、ヨッピーさんこれ、再生回数取れんのかな？はい。というかね、あんまりにもね、変な事件多すぎてね、俺最近ちょっとやる気なくなってるんだよね。真面目に解説する気なくなってきてるわ、最近。まあ、初めはもっとね、ああ、こういうところ争いになるよねっていう。こういうところは確かに争いになるから、こういうところは、例えば情報発信するときに、やっぱちゃんと言うとかなあかんし、とか、こういうところは気ぃつけた方がいいよね、とか、本当はね、はじめね、例えば、NPO 法人の会計って、まあ、ぐちゃぐちゃなところって団体って結構あるよねって、でもこれは直していった方がいいよねっていう。そうそう。俺だから、はじめコラボとかで変な会計になってるのって 25% ぐらいが出てるんだと思ったんですよ。はじめ。予想はね。そうやけど、その NPO 法人って、まあその、ちょっと枠的には外れてるから、一般社団法人か、一般社団法人って枠的に外れてるし、
で、あのその辺のところがザルになってるっていうふうなのは多少はあるだ、多少はね、多少はあるだろうなぐらい思ってて見てて、この辺のところは、まあ、しっかりとやるようにっていうふうにした方がいいよねっていう、これから NPO 法人、一般社団法人とか、社会的な活動をする方はっていうぐらいの感覚で初めは打ったんですよ。もう全然そんなレベルの話じゃなかったから、結局。なんか全然そういう話じゃなかったんで、最近なんか真面目になんか解説するとか、真面目に動画作るの、諦めてきてるんだよね。よろしいでしょうか。ということになるわけなんですけど、まあ、ヨッピーさんね。はい。まあ、私のところのツイッターに、リプライくれた人の言葉をね、差し上げたいと思うんですけど、男には負けると分かっていても、戦わなければならない時がある。だそうです。戦うべきとは言ってない。はい。一応私は思うんですけど、取り下げた方がええんちゃうんですかね。取り下げた方が俺はええと思うんですけどね。俺なんか間違ったこと言ってるかな、みんな。俺取り下げた方がいいと思うんやけどねって。まあ別にその他の人に言われた場合に関してはなんか捨て間と疑われても仕方ない部分はあったと思うんで、まあ申し訳なかったですぐらいで言っとけばね、いいと思うんやけどね。そしたら大人な対応だね、みたいな感じになると思うんですけどね。どうなんでしょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。